はい、皆さんこんにちは。じゃ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 チーム比較の質問コーナー。行きます。高校時代の 5000m の自己ベストは、行きます、はい、14分54、13分54、14分25、14分7、14分2、14分43。そもそも意外と10秒ぐらいしか頑張れないです、ね、俺待ってここ1分違うじゃん。ここ1分はやばいな。1周させてほぼ1周さ68切ってる。300ちょい違う。ほぼもう直線入ってますよ。だって直線入ってる。50ぐらいかも。そう、高校駅伝の方が加藤さん強かったっすね。ラスト 200m がやばい。400m ぐらい。あ、届けん2回とも勝ってるから。2回してたら、あの時は1人だけスタッドダッシュして最後に出して大学で一番辛かったのは何年生の時ですか？1年。1年。1年。そりゃそうっすよね。いえよ、4年っていうかな、まあ、ある意味4年も普通です。3年楽だったな。3年は天国でしょ。1年生の時の4年生は神様みたいな先生。本当に怖いかわかんないですけど、ただ怖いですもんね、先輩ってだけでも。そう、1個上ですら怖かったっすもん、自分たち。待って、いや、木田さんマジ怖かったっすからね、最初。途中からの今は逆です。今は逆です。何が一番きつかった？1年の中で夜の掃除、普通にもう生活がきつかなかったっすからね、自分たちの場合。一日過ごすのが精一杯で、あっという間に一日が終わっちゃう。1年は早かった。挨拶何回したか分からない。多分1年生でしたけど、1年生の時なんか相当ですよね。一生分の同じ人にも一瞬でも2、3回してたから、それでマナーが備わった、うん、大学時代誰が一番やらかしたのが多かったですか？指差しで。さあ、果てさん想像で。俺想像で。想像で。やきます。せーの。俺田口。サルかな。え、今変えました草野さん。いや、考えてた。俺自分。なんで？チームチームチーム。想像で想像。寝坊したことある人ない？はい。寝坊坊主はないの？自分寝坊ないさ。じゃあ俺かな。自分も寝坊主はないっすよ。箱根をた直後に寝坊して。寝坊気をつけろよって言われた次の日に寝坊したから。一番ダメなやつ。ゆうたさん何やる？多分これ4年生が一番。あれか。本当に誰さ？俺田口。自分伝説ありますからね。銀河さんのおっしゃって駅の電車。1年生の時の2年生の先輩を電車待ちしてる時に先輩で気づかないで、扉が開いた瞬間に行こうとしたら気づかなくて、その後集合になってめちゃくちゃ怒られて。今見てる。服部さん逆にないっすか？見て、自分がやらかしたっていうよりは、やらかしたーって思いがいい。悪いけどないんだよ、人間。寝坊はある、実際。何回ですか？2回。坊主にしたことは？ない。大学はないの？大学ない。高校の時3回だけで坊主。3回で1年に1回。気合で？駅伝前で、俺以外のみんなが急に坊主にして駅伝に臨むって言って、そろそろするのかって聞かれたから、はい、しますっつって坊主にしたら、したの。ゆうた？ケータ？ケータ？まあ、じゃあ次。箱根駅伝で走りたい区間は何区ですか？じゃあ順番に行きます。6区。1区。8区。6区。10区。6区。あー、6区人気だな。走ってる区間、草加もあるじゃないですか。うん。草加も走ってるし、勝手さんも走ってる。人がいる方がいいから1個がいい。あー、そういうことですか。朝早いな。朝めっちゃ早い。朝今走るなら自分の記録あと1分ぐらい縮められるので、もう1回走りです。あー、なるほどな。ゆうたさん、俺の6、6見てて一番面白そう。あー、確かにスピード感やばいっすよね。6でも朝早い。確かにそこはなんだ。嫌いだから。嫌いだから。俺10区だな。確かに服はアンカーだし、最後ゴールテープ切れる、切れるってなるとやっぱ一緒だね。うん、あれゴールもあるんだ。ゴールテープあるある。あ、めっちゃある。ここ2人は切ってる。うん、それやっぱいいんじゃない。だからファミン事件ですよ。でもあれ言えない事件がある。
ことありますけど、単純に下りが好きだから、まあ、うん、なんてなってみる、体力が体力がなくなる、体力がなくなる、逆に走りたくない区間は絶対あそこしかない。じゃあ行きます。はい、5区走ったことある、ね、いや今の5区はいいよ、短くなったから長いから。23だよ、23だよ、しかも2人とも腐ってますよ。最後1秒だね、追ってる方が楽、追ってる方が楽だね、目標になりますもんね、うん、前垂れてくるとすげえ楽しかったよ俺は、元気出る、まあ確かにそれはね、登りって抜かれたらついていっちゃうよ。ガンやりました、おう、まだ勝ってない、復旧してなかったですまだ、スーパーランナーズで、おう、キロ表示覚えてないから自分が今何キロ走ってるのか分かんなくて、そっちのきつさがあった気がする、覚えてないといけなかったかな、今まで一番きつかった練習、3人のご自身でもおじゃん確かに3人の補強だなと腹式呼吸の時寝てたもんね、寝れるよ、みんなあの時だけ静かすぎる今は多分違う、試合前の勝負飯はうどん、コーヒーを飲む、うなぎを食べる、うな重、カステラ、レッドブル、わーおー、何もだ、凍結はモンスター、モンスター派とレッドブル派で、まあ、分かりますよ、レッドブル派かモンスター派かで、レッドブル派はこういうこっちこっちがレッドブル、モンスターモチベーションを保つ秘訣はずっとやってきたから当たり前になってきちゃってるから、保つっていうかやってるのが普通になってきちゃったかな、生活の一部、うん、すみません、加藤さんと同じく怖い日々同じことの繰り返し、地道なことの繰り返しで試合に臨むんで、まあモチベーションが下がることがの方が少ないっていうか、常に維持できる、いつでも試合に出れる状態を保つことができます、そのおかげで、はい、今日何キロ走ろうとか目の前の小さな目標を作って、そこにずっと頑張っていくのが、そういうのを1日ごとだったり、まあ、1週間ごとに決めて、その目標を達成できるようにやってます。真面目やん俺のタメキに似てる、1週間の予定を立つ計画通りにこなす、まあ、集中してトレーニングをその先に繋がってくるから、モチベーションを維持してくる、目先の大会でしっかり結果を残すっていうことを、どういう生活から気を使っているかっていうことしかないですね。もちろん怪我なく練習できることだから、それが今のモチベーションを保つことだし、すがさまさまさまちょっと気になるな、なんか試合があるとかないか、逆にサラリーマンとしても、そして休みの日に遊びであって、そういう息抜きのために頑張って、まあ、でも自分たちもありますもんね、その実際大きな試合やるなら、その後、まあ、例えばこうみんなで遊びに行こうとか、それこそハワイ行くのも結構前からやってたとして、それに向かって頑張ろうってなるのもあると思うので、そこはまあ陸上にもありますね、仕事もそうだし、応援で嬉しい言葉はってなると、まあ、名前で、そうですね、名前呼ばれるのがやっぱ一番耳にも入りますし、うん、あとはぶぶりバタね、あー、うん、確かに視覚意外と見えてますもん、意外と見える、自分たちもあのうちわ作ったゆうたさんのあれはそのロケマンさんの時応援したもんうちわ作ってあったゆうた頑張れとか、そうそうそう、だっけ、はい、アイドルみたいなおう、で最後の質問です、生まれ変わっても陸上選手になりますか、僕はゲームの方で、あーちょっと世界を目指したいやる方、 e スポーツ、 e スポーツ、そうやる方で本気でやってみたい、好きだもんね、そうそう、まあ、見るのはねやったらどうかどうか分かんない、強いやってみたい俺もならないかな、何になりたいって言われたらなりたいものも特にはないかな、俺やらないね、
親の勧めで、もう無理で始めた。無理で。こんなきついと思わなかった。子供できたとしても、多分、俺からは勧めないと思う。ああ。自由に。確かに。やりたいって言ったらいいな。俺も習わないかな。みんなもいい。自分が好きなことにしたい。ああ。だから、スポーツ関係なく。自分が好きなことに。行きたいな。行きたいな。バックパッカー？確かに。俺まだ、やらない。サッカー選手になりたいって見てるだけで話かっこいいし楽しいじゃないですか、うん、自分はならないですね。野球とかも好きなんで野球プロ野球選手目指したいですね。なんか野球についてやったらすっげー熱く長く語りそうじゃないですか。大丈夫ですか。違う敵の割に見て俺一回見ようなんだよ。野球はマジ行けますもんね、うん、みんなで行きたくないですか。また野球見に行くの行きたい。初参戦。そうそう、うん、以上チーム企画の質問コーナーでした。で、ね、全員のツイッターとインスタグラム貼ってるんでフォローお願いします。 YouTube のチャンネル登録、あ、チャンネル登録、チャンネル登録もね、よろしくお願いします。社長もね